ちょっとね、時間がギリギリなので、あれ以外の、インファイト以外がいいですね。はい。うい。どうかな、失敗したかな。あ、行きました。298、はい。5秒ぐらい得してます。ストーンエッジ、ストーンエッジ、あー、緊張、この間のリベンジですよ。なんだこれは。はい、全然余裕。あ、でも全滅するときに勝つとやばいかもしれない。勝てました。あ、よかったですね。全滅したとこでしたよね。あれはこの間あんな苦労して負けたね。あれ、うん、恋して変わってないもんね。よくわかんないな、あの苦労は。ほぼ6体で勝ったな。あー、ノーシャイニー、ほんと出ないな。おかしいよこれ。ナイアーにクレームものだな。クレーマーか、それは。出ないぞって。アプリ何戦か見せてください。うん、何戦かも忘れちゃったな。 あれ忘れてください。あ、もう前回のもあるから。あ、ゲットです。勝利です。ぷい。うん、今のいいタイムだったな。9。うん、9ですね。うん、ストレッチ。いや、ストレッチ簡単ですね。この間負けたのに余裕ってね、もうね。負けたから考えて楽しいですよ。うん、そうですね。うん、はい、それが楽しいんですよね。すぐ機会があってよかったですね、リベンジの。うん、今日しかない。雪とかですね。本当かな。あれももう一回やりたいけど、あれは結構ギリギリだったから。いや、一回やればいいかな。コンサートじゃないとできないと思う。うん、できないですね。ストーンエッジなんて余裕なんだ、意味わかんないな、あの暗い中。今6体目入りました。全滅しそうですか、先に。あ、じゃあ即で即入っていただければ大丈夫。はい、ギリギリってとこですね。これインファイトでうまくいくかって感じですよね。そうですね。はい、今全滅しました。もう大丈夫です。はい、動画しなくてですね。だんだん洗練されてきてますね、戦い方が。勝利です。完全なる勝利です。これで色違いだったらもうハッピーエンド、ハッピーエンドで終わりましょう。ノーシャニーゲットです。ひとまずうどん休憩です。進歩が出ました。いきます。お前じゃない、これですね。おお、野生の5チーム、5チーム。あ、これはいいんだ、普通に投げればいいんだ。フルンチョン、
フルーツゲットです。時間登録完了。ここはサクッと倒しちゃいます。勝利です。ソロソロ色違い、色違いよー、来い。ゲットです。じゃあここは高校生も加わって3人で倒します。勝利です。これで色違い来てくれると助かりマスク。では行きます。倒す。ここまで出ない。お、ゲットです。じゃあ差し上げていく。いい、この間の高校生の子。そう、あ、私元気兄さん、見てるか、見てます。あ、本当。そう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 、まあ、じゃあ差し上げでやりますか。大丈夫。最後、差し上げで最後。わかりました。じゃあ差し上げでフィニッシュ。近くないもんね。うん。私もじゃあ差し上げで色違い出して終わりておきたいところですね。差し上げで色違いでフィニッシュ。フィニッシュ。ではここも高校生と3人であります。どんな技が来ても勝てます。勝利です。そろそろ来てもいいと思うな、色違い。来い。ノーマルカラーだ、これ。ゲットです。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。一旦終了な感じですかね。一旦終了な感じですかね。はい。まあ、やるならやるけど。また呼んで、でもまだ曇りですもんね。そうですね、もうないですよね、この辺ね。収穫ありですね、マイクさんは。元気姉さんは、元気姉さん、あの本当になんか予期せぬ、さっきコバローの色違い出て、でルナトーンの色違いも出て、あと一人ね、あの何でしたっけ、あれ技倒したやつ、いいファイト、あ、いいファイト、一人成功した方です。どうしよう、何なんだんだ。元気ねえさん、多分あるんですか。あと35分ですけど、コバロンを求めてやってまいりました。この脇ならルナトーンもヤジロンも色違い狙えますね。初日だけかもしれないのが辛いところです。そろそろ元気の塊もないっすよね。実はまだまだいっぱい、いっぱいって言ったら60個ぐらい。ああ、同じぐらいですね。はい、でもそんなに今日塊使ってないな、こちらの方を、あ、はい、優先して。でもこれに命かけてるのはちょっと。もう今日逃したらね、うん、ないじゃないですか。はい、はい、ブロックはゴールグッドとかちょっと証明してほしいですね。出ますよね。ドン、ドン、ドリア。え、入りました。はい、9。問題はコバルオンファイト。うわー、リベンジチャンスですね。リベンジするには時間が微妙なところですけど、頑張ってみましょう。ギリギリだな。
でも次最高の相棒のルカリオさんがいますからね、挽回できるかもしれない。うわルカリオ一発で撃破、頼みの綱が気合玉気合玉気合玉を一発打ちたい。よし超強力気合玉今、よし馬車も仕事した。もう一発打てるのかい打てるのかい打てないのかい、ダメでした。ニューロボン行け、ニューロボン、ニューロボンゴー、ニューロボンゴー。わあニューロボンもやれた、キノガッサ、キノガッサ、ガッサ、ガッサ、キノガッサ、うわーキノガッサ一発、あでも打てたか、お、キノガッサ粘ってる。この怪力は強化してない、まずいな。うーんダメでしたね。ちょっとワンリキを強化します。私の言ったらガサムじゃなくて怪力を育てます。マジっすか、7に入る手前ですかね。ちょっともうてかもう私多分もたつくんでどんどん巻いてください、パッパッてスライスしたらちょうどパッて入るはい、あんまり早すぎてもダメなんですかね、うん、早すぎると止まっちゃうんです。あそうなんだ、はい、なんか今運が良かっただけか。そうまあ7の方がまあ安全なんですけどね。ドゥドゥちょっと早すぎたかな、どうだ、はい、いけたいけた、うん、よしって最後の頼みの綱はニョロボンです。頑張れそうですか。いけそうな、いけそうな気もしない、でもない。ニョロボンもう一発、ニョロボンもう一発、ニョロボンダメだ。ちょっと待って、なんでなんで、じゃあ入っちゃいます。なんでしょうね、なんでさっきのじゃあれ小牧田は奇跡だったんですかね。奇跡ですね、明らかにヘリが違ったからね、なんでか知んないけど意味が分かんないねあれね。あのまま夢を持ったまま終わった方が良かったのか、勝てたって感じで。まあストーリーはお任せします。始まりますよ。どう、あ、7になっちゃった。このバトル行われませんでした。あー、それダメだ。あー、ダメ。早すぎたんだ。すいません。うわー、やられた。あ、元気姉さん、カラパ失敗です。そうなんだ。こういうオチで終わるとは。あー、オチが。まあ一回勝てたんですけどね、あれは奇跡ですね、コモキタの奇跡と呼びましょう。まあね、カラパはね今日覚えたてですからね、私もたまに失敗しますからね、難しいところですカラパ。多分次回はすごいカラパはすごいパーフェクトな形で持っていくんじゃないかな。ただまあ一回倒したからいいんじゃないかって話もありますけどね、まあ頑張っていきたいと思います。なんかどの色違い大将も脇が多くて
可能性は感じますね。やればできるじゃないやんって感じですよね。今だけなのかな。毎回こうしてほしいですね。ルナトーンなんてもうこの時しかチャンスがないぐらいな感じですよね。ただ明日明後日あたりから天気が崩れるそうなので、ちょっと難しそうな、ちょっと難しい感じですかね。なぜか腕力。これで完了です。5チームでした。5チーム、なんだ5チームって。なんだろう5チームって。5チーム、ゴシック、ゴシック、チームはなんだ、ムチムチ、ゴシックムチムチ。では進化させちゃいます。いや、これじゃないな。まだね、PVP 向きかなと思って。進化。まあ、使えそうにないですけどね。OK です。こっち見る。こっち見る、ゲットです。うわー、まだ上があったのか。うわー、遠いな。じゃあとりあえずここやっていきます。コバロンじゃないとお話にならないんだけど。あ、コバロンだった。ヨシは芋出た。いいなー。では行きましょう。 2,1,3X でした。あー、普通の色だった。普通にやっちゃった。普通にやって普通だった。2つ目。あ、2つ目。よく出るな。もう私なんでゼロですよ。どうしたんですか。わかんない、ずっと出ない。おかしい、実装されてないんだこれ。あ、やった、ゲットです。もうちょっとこれちょっとやっぱ緊張する。ひっこぼさんお願いします。なんですか、そんな高校体なんですか。いや、高校体じゃないけど、なんか2回目って言うとそうちょっと緊張してる。いいですよ。あの、私一つほらこの前撮ってもらって持ってるんで。そうでしょう。いやいやいや、私撮れました。やった、やった、やった、やった。いつも皆さん撮って2匹目、ありがとうございます。2匹目。滝の中があと1分半ぐらいで終わりますけどね。ここまで竹の知ってる、まあ、知ってます。ああ、そうです、ね、そうそう、公園の時。まあ、希望の高安くんがいれば大丈夫ですけど。どうします、竹の。大丈夫です。じゃあ行きますか。5時まで帰れば。5時までに、うん、じゃあ頑張ります。帰れれば全然。5バロン、これしかない。ここがもう最後のチャンスかもしれない。やりました、勝利です。213なんとか。これ色違いだったらいいな。色違いよ、ほい。あー、何これ、おかしいよ。ゲットです。あー、そっか、曇りでブーストかかるんですね。炎で倒すよりも覚醒で倒す方が難しいのかもしれないですね。厳しい、厳しみだ。久しぶりの厳しみです。色違い実装してね、本来なら3日でしたっけ。3日とかですもんね。まあ、無理ですって。まあ、もうちょっとね、日にちがあるので頑張っていきたいと思いますけど。